まずは細田選手優勝おめでとうございますありがとうございます新たなスタートいい形で迎えられましたねそうですね前回の平塚では7着で終わってしまったので今回は完全優勝できて嬉しいです決勝戦なんですが動きのないレースとなりましたけれども焦りなどはありましたかまあ初手から加瀬さんの後ろを取れたのでもうちぎれないようにだけはい考えてました そしてゴール前はいかがでしたかそうですね、加瀬さんの勢いが良かったので、まあ、そのまま行けば優勝できると思いましたそして、年内、残り2本となっていますけれども、意気込みをお願い,いたし、ますま今年あんまり優勝できてなかったので、まあ、残り2回さえあるんですけど、そこも優勝できるようにしたいと思いますでは、お集まりのファンの皆様にメッセージをお願いします連日、応援ありがとうございました。 えっと次の開催も優勝できるように頑張りますよろしくお願いします細田選手でしたありがとうございました続きまして金子幸寛選手ですまずは優勝おめでとうございますありがとうございます,います決勝戦なんですけども外を伸びていきましたねあの決勝戦を振り返ってみていかがでしたか、えー、予想とはだいぶ違ういい展開になりましたのであの良かったです 決勝戦の作戦はどんな感じだったんでしょうかまあ前,と前から引いていけるとこっていう感じでしたそして、金子選手なんといっても9連勝で特別昇級となりましたけれどもいかがでしょうかす、えー、すごいい嬉しいです <laughs> 特別昇級で迎える S 級というのはやはり違うものですかそうですね、あのまあ、1月から S 級だったんですけど1ヶ月早くなったのでとても嬉しいです。 SQ ではどう戦っていきましょうか。ま今まで通りあの総力戦で頑張ります。ではお集まりの皆様にメッセージをお願いします。えあの平塚競輪場であの特進決めることができてとても嬉しいです。ファンの声もとても熱くてあの最後力になりました。また SQ でも頑張りますので応援よろしくお願いします。金子選手でした。ありがとうございました。